わっさっ、やぴまるです。はい、ということで今回ですね、ビッグゲームやっていきたいと思うんですけども、まずね、ちゃぶ台返しという新しいステージですね。で、ここなんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ちゃぶ台みたいなね、壁になってるんですけど、この壁ちなみに壊れます。で、壊れるんでコルトが割と強いって感じなんですけども、このいちいち壁壊すのあれなんで、まあこのね、壁を生かして攻撃できるキャラクターといえばリコシェットということで、リコシェットと言わないか、今リコシェっていう形ですね。で、リコシェを使っていくんですが、あとレオンも強いなんで、あとジェシーも強いって言ったな、まあ、とりあえずでもリコシェとレオンが、まあ、やってて自分は強いなと思ったんで、ぜひともとりあえず使ってみてください。ということで早速ね、リコシェを使ってやっていきましょう。ポチッ。さあやっていきましょう。相手はダイナマイク。なるほど。で、リコシェ結構ほんと強いんでね、このなんか味方に2体いたらマジで無双できるっていうか、あ、痛そうだな、強そうだな。まあこうやってね、リコシェは反射を使っていくといいですね。いや、あそこ入られるのだるいな。でも正直なんだけど、これ詰めちゃえばよくね、後ろに投げてくるよね、これ。おい、ちょっと、ああ、それやばい。なんか正直これだけで、あ、オッケーオッケーオッケー、だいぶ削ってよ今の。え、強くない？リコシェ。相手がダイナマイクだからかもしんないけど、めっちゃ当たるわ。で、反射全部当てたいんだよな、本当は。あ、オッケーオッケーオッケー、死ぬ俺。危ない危ない、オッケーオッケーオッケー、だいぶいいだいぶいいだいぶいい。しっかりちょっとね、これだけ見てれば。マジか、やばいな。え、早くね？早くね？今回。早くね？早いよね、これ。早くね？え、めっちゃ早くね？リコシェ強。スクショしとこう。早く、早いよね、これ。めっちゃ気持ちいいし、26、26、ちょっと、ドズルさんに聞いてみるか。26ってよかったのかな？じゃあ、もう一回いきますね。え、早くね？さあ行きましょう。なるほど、これ硬いね。あとはジェシーが3体いいんだけどな。みんなジェシー使いたいんだ。やっぱジェシーも強いんかな。で、索敵ここら辺からも索敵しつつ行きましょうか。どっちか。いいねいいねいいね。プリもなかなかいいね。シェリーがいた方が良かった気もするけど、まあまあ、そう、飛ぶよねこれ。うわ、避けた避けたよ今。とりあえずいいよ、下くんか。上に行った時に、やべ、めっちゃ外した。そうじゃないか。いや、結構外したね今。これ反射してなるべく当てたいんですよね。なんでかっていうと、反射させると威力上がるんで。だから本当は反射させたいんだ。ちょっとね、あの、ちゃぶ台、このちゃぶ台の箱の、なんか、広すぎて。やべ、縦でよかった。絶対縦でよかった。あるで、どんどん壁壊されてるし。きちいよ。あれだな、あと、ここ広いんですよ、縦が。縦広いんで、あの、足早い。の結構おすすめしますね。レオンとかコルトとか、あとクロウも割と良さそうだけど。やばい、今回ちょっと当たってないな。ナイス。30秒。あと割とだね。あとでも 14%。 当たね当たね。うまいな、あのプリも。オッケー、追い詰めていく。やばい、2分で終わりた、2分以内に終わりたかったな。おっと。終わったよ。ナイスよ、勝ちよ。で、21か、渋。もう一回いきましょう。待ってよ、違うキャラにするか。ワンチャンバーディー気になるんですよね。なるほど。お、リコやん。ちょっと気になるな、このリコのボス。ちょっと見たいんでね。絶対強い、絶対リコ強いんよボス。
最初はね、多分上か、そっちじゃない方がいいんだよね。もうどんどん打った方がいい気がするけど、俺の感じだとね。あ、やべ、強え。あの人反射を使わないんですね。でも強いな、強いわ。やっぱリコ強いわ。リコでボスやりたいな。どんぐらい行くんだろう、稼げそうだな。明日ボスまでやってみようかな。来るかな。いや、バーリーちょっとボスが良かったな。ここ壁が結構多いんで、バーリー結構強いと思ったんですけどね。この感じだといいっすね。これ割とバーリーいけてる。でこれで、おーし、結構当たったね。これいいね、いいね、いいね。まあまあ入ってる、まあまあ入ってる。よし、左か。リコシェ割と強いんだけどな。これ普通に2分3分いくんじゃねえかな。これ、これまずいね。これ普通にまずいね。だよね。で、これは。OK。もうこれバーリーが、わー、割といいかなーっていう感じはするけど、半分なんだよな、まだ。これはもう、難しい。難しいけど。強くね。この周りで、やべ。おーしょ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 、おーしょ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 。強い、やっぱ強いわ、リコシェ。もうちょいちゃんと、あれだな。強いな、リコ。いや、これ、ボス、皆さん、リコシェかもしんないです、やっぱ、ボスもあれも。ここ、マジリコシェ強いっすわ。ちょっと、使いましょう、みんな。で、バーリーの場合には、ボスになった瞬間が、バーリーはボスになった瞬間が本当に強い。逃げ回れるし、見えてるんで。そうっすね。やっぱあれだね。リコ強いね。リコっすね、これ。皆様、リコで行きましょう。ですね、今回のこのチャブ台返し、ビッグゲームのチャブ台返しは、まあ、リコシを使っていくんですが、さっきのボスの、まあ、ちょっとボスになった時のね、軽く説明だけしたいんですけど、ですね、もうなるべく本当に反射を使いたいんで、どんどん反射を使っていけば勝てると思うんで、まあそれだけですね、正直。あと立ち回りとかあんまないんで、多分でも右上とかにいた方がいいのかな。でも自分的にはこの右上の草の1個下のちゃぶ台の上の草あるじゃないですか、多分わかると思うんです。ここにいて、まあその中にいる敵に反射しまくるのも、まあ、ありかなっていう感じはします。まあでも基本右上とか左上でいいと思います。はい、ということで今回は、まあビッグゲーム、チャブ台返しやっていったんですけども、リコシェで決まりですね。リコシェがやっぱ強いんで、ぜひとも使ってみてください。はい、ということでこんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは、バイバイ。